踊りを一緒に作っているメンバーが多いので、まずメンバーの紹介をしたいと思います。シャボン踊りの作曲振り付けは私たちくるくるチャーミーというグループがやりました。あちらにいる大西ダンサーの大西健太郎です。で、こちらの後ろにいる、作曲をしました松岡美也子です。で、もう一人私は、今回歌を歌わせていただきます富塚彩美です。よろしくお願いします。で、すっかりおなじみになった後ろに音町ビッグバンドの皆さんです。音町ビッグバンドの中にはプロのパーカッション奏者の栗原翔平さんも参加されています。で、今年は、初めて公募で集まったティーンズ楽団というメンバー10代の仲間たちが増えました。まずあちらに踊り手で参加していますティーンズの皆さんです。で、ティーンズの楽団の皆さんです。で、こちらに並んでいるのがティーンズの歌い手の皆さんです。で、毎年恒例になった一緒に歌い手をしてくださる桔梗美鈴さんです。メモリ場の機械の周りに、座っているスタッフの皆さん、大巻電機 KK の皆さんです。ではこのメンバーで今日はやっていこうと思います。まずお世話になったお母さんお父さんたちもいます。よろしくお願いします。皆さん、今メモリ盤の機械の近くに集まっていると思うんですが、今すぐシャボン玉はまだ出ませんのでちょっと踊りの練習をしてからになりますので、今集まっている場所は盆踊りの踊り手が踊る通路になりますので、踊る方はその場で立っていただいて、広がってください。で、踊らないで外側で見てたい人はちょっとその外側に、白い線が引いてあるのでその辺まで下がっていただけますでしょうか。ノートを行ってきました。ありがとうございます。はい、ではシャボン踊りの振り付けの練習をその場でしていこうと思います。多分そんなに場所を取らず簡単に踊れるのでどこでも大丈夫です。では振りの説明をします。右斜め上に両手を伸ばして手首を切り返します。ふんわり、そう、シャボン玉がここにふわって浮いてる感じで優しくふんわり。で、次は左側にふんわり。で、その後はシャボン玉が遠くに飛んでいるのを眺める感じ、こう考えるポーズ、眺めて、反対側眺めて、これを考えて、入れ込んで、最初からいくとふんわりふんわり考えて、で、次は壁塗りって言いますが、この遠くの方にもシャボン玉が飛んでいて綺麗ねーっていうか、壁塗り壁塗りで、上からもふっていったシャボン玉見えるように頭からいきます。ふんわりふんわり考えて、壁塗り壁塗りふってきた、そうそうそう、すごいすごい早いね今日、さすがに何年目の方も多いので
ワク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 、拳をこう前にワクワクこう、でこれを4回繰り返したら、次は後半はシャボン玉をこう潰しにかかる準備をします。あっちのシャボン玉にしようかなってちょっと指をさして、いやこっちにしようかな、で後ろもこっちのもいいな、こっちのもいいなって、そうそうそう、前前後ろ後ろ、右前左前右後ろ左後ろで、いよいよ捕まえに行きます。1、2、3で、こう上に、それでここまでが、これで全部になるので頭だけ押します。ふんわりから、せーの、ふんわりふんわり考えて、壁塗り壁塗り振ってきた、ワク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 、指さして前前後ろ後ろ、1、2、3、それを、歩きながら少しずつ右をして進行方向を向いて踊ってみましょう。せーの、ふんわりふんわり考えて、壁塗り壁塗り振ってきた、ワク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 、指さして前前後ろ後ろ、1、2、3、ふんわりふんわり考えて、壁塗り壁塗り振ってきた、ワク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 、指さして前前後ろ後ろ、1、2、3、いけるね、いけるいける。じゃあWhat?